皆さんこんにちは、ジマです。今回はですね、バック&ケースさんのアルミカメラケース ADD116 についてですね、話していこうかなと思います。カメラとかですね、レンズ、照明器具なんかを、光学機器ですよね、衝撃にできる限りね、与えたくない精密機械みたいなものを丁寧に扱って、衝撃みたいなものを可能な限りね、与えないように利用するのがやっぱり好ましい機材っていうものは特に撮影関係には多くあります。ただ正直やっぱりいい写真を撮ろうって思うと、外に出かけたりしてやっぱりいろんな環境下で撮影するっていうのが、これまた事実なので、衝撃与えたくない、大事に扱いたいけども、外に持ち出していい風景を撮りたいっていうのはどうしても、写真を撮っていく上で避けては通れない道としてあります。で、私自身、高いお金を出してですね、購入したカメラであったり、あとはレンズ、あとは照明器具なんかですよね、こういったものはやっぱり可能な限り故障しないように、衝撃与えないように、一回買ったんだから、それを可能な限り長いことね、続けれるように、丁重に扱ってるんですね。で、そういった時にどうしてもこういった収納するケースっていうのはすごく大事になってきます。で、今回はクッション性が高くてですね、かつ利便性に長けていて、すごくね、しっかりしているこのアルミカメラケースについて話していこうかなと思います。で、このアルミカメラケースなんですけども、はじめはね、開封動画みたいな形で段ボール届いてプチプチ開けて喋っていこうかなと思ったんですが、実際にやっぱある程度ね、使ってみた感想っていう方が価値あるかなと思ったので、開封動画よりちょっと実際開けて、もうすでに何日かですね、使ってみて私自身が感じたところっていうものを話していこうかなと思います。で、今回は衝撃に注意したいなっていう撮影機材の中でも、特に自分の中でレンズであれば10万、20万、30万とかのね、高いレンズ、もしくは大きくて収納にね、気を使うものっていうものを安心して任せることができるアルミ製でかつ仕切りがあるカメラケースの話です。で、これもよくあるアルミケースではあるので、イメージつきやすいかなと思うんですけども、ここね、ガチャって開けてもらうと、こういった形になってます。で、正直ね、カメラ映しにくいところがあるので、部分部分、作例って言っちゃあれですけども、別撮りで撮った写真なんかを入れていこうかなと思います。なので、こういったアルミ製でね、仕切りがあるものになってます。で、カメラにも、カメラというか、カメラを使う人、カメラマンにもすごく人気なので、ぜひ使ってくださいとね、今回このバック&ケースさんからありがたいご縁をいただきました。で、この商品そのもののブランド名はですね、バック&ケースで、商品名は ADD の116というものになります。これが実は116ってサイズによってね、変わってくるところがあります。会社としてはですね、大阪の株式会社テイクーンというですね、企業様が、制作して、私は、カメラのね、収納目的っていうところで、利用するんですね。こういったレンズなんかを入れるのに使ったりするんですけども、めっちゃ入りますよ、これ。大きいタイプなんで、でカメラ用途で利用するようにはしているんですが、ここのね、会社さん、いろんないっぱい入るでしょ、レンズで。こういった形でたくさん入るんですけども、ドローンとかの、最近結構ね、ドローンの運搬なんかも多いと思いますし、ドローンこそ高いところっていうか、そうですね、外で撮ることが多いと思います。ドローンの収納できるような、このスポンジ部分がカットされた専用のケースであったり、あとはメイクボックスですよね。こういった、メイクさんとかがよく撮影現場なんかで持っていかれて、皆さんね、こう開けたらガチャって出すやつがあるんですけども、それの、メイクボックス版ですね、このアルミケースの。あとは最近出てきてるのは防水のハードケースっていうものを作られていたりですね、あとは釣り竿のね、専用のこの釣り竿がガチャガチャってならんように綺麗にね、しまえるような、釣り竿がこういうアタッシュケースというかアルミケースからガシャンって出てったら結構渋いですよね。そういった釣り竿のケースなんかも幅広く展開されてます。なので、カメラというか、そういった撮影機材に特化しているっていうわけではなくて、単純にアルミケースであったりとか、こういう結構ですね、しっかりしたバッグ専門の会社さんだなっていう印象です。
でスポンジ部分がかなりオーダーメイド対応っていうものができるので、その辺がですね、まあ、既製品で売りっぱなしというか、もううちはこれだけですっていう形で売るんじゃなくて、結構オーダーメイドの対応ができるっていうところが、まあ、強みかなっていうふうには企業さんのね、やり取りさせていただく中で感じたところです。で私はですね、まあ、望遠レンズですね、中望遠のレンズであったり、出力の大きい照明器具、例えばそうですね、 SL の60系統であったりとかですよね、あとはレンズで言うと、まあ、70-200 であったりとか 24-70 のような大三元のような比較的大きめのレンズですね。こういったレンズって正直収納に困るんですよね。かつ高いもんなんで、まあ正直振動はあんまり与えたくないというところがあるので、私自身はですね、結構こういったしっかりしたケースに入れるようにしてます。でこのタイプなんですけども、まだね別撮りで撮ろうとは思うんですが、上はねすっごいスポンジしっかりしてるんですよ。これねめっちゃしっかりした分厚いスポンジ、これ撮れるんですね。撮ってみますと結構ね分厚いスポンジが入ってます、しっかりしてます。で上はしっかりしてるんですけど、下はですね結構硬い板といいますか、まあそのしっかりした板が入っています。それはそれですごくね安心感があるんですけども、可能な限りまあレンズ高さにね余裕があるんであれば、下にもね私自身は個人的にスポンジ入れたいなって思いました。でこれはスポンジもまあ別売りといいますか、オプションという形でねつけることができるので、私自身は別売りでねスポンジをつけて、ちょっと下のね底上げみたいな形にはなりますが、まあそういったね使い方の方がいいかなって個人的には思いました。で深い底で仕切り板、これですね、この仕切り板もすっごいしっかりしていて、ちょっと待ってくださいねこのね仕切り板もすっごいしっかりしていて、もうねこのなんて言うんですか、この安心感ですよね。こういった形で仕切り板がこの言っちゃあれですけども、使ってて重さ、中に入れてる機材の重さなんかで仕切り板がグイって斜めになったりとか、ちょっとずつ湾曲するっていうものがあったりするんですが、このねケースの仕切り板はね結構きつ、いい意味でですよ、いい意味でキツキツになっているので、安心してですね入れることができます。で特徴としてはですね、まあ、鍵付きのアルミケースですね、ここですね鍵ついているのでアルミケースで安心っていったところと、ショルダーベルトですね、このベルトです。ショルダーベルトっていうものが持ち運びに便利で、裏表の、まあ、波型のスポンジ、これ私はつけてました。やっぱり上に衝撃っていうのはもしかしたらね当たったりするので、まあ、ついてるし、まあ、つけとこうかなっていうところでこのスポンジがついてます。でこれは特徴としてね取り外し可能っていったところで、これを外してしまうとここにあのねポケットがあります。で私自身はこのポケット使うかっていうと、別のサブのねあのちっちゃい小型の、まあ、バッグの方にアクセサリー類を入れていたので、このアルミケースにはもう大きくてしっかりと梱包してもらいたいものを専門で任せていたので、私はこちらをつけて使ってます。で収納物に合わせてこの仕切り板が、まあ、スライドできる形になっているので、まあ、アレンジがね自由なんですよねっていったところと、軽量なアルミ仕様なので、まあ、耐久性に優れてるっていうところもあります。まあ、見た目がねこれ結構大きいんですけども、まあそれは大きいものをね入れる専用に、まあ、あのご提供いただいたものなんで大きくて、それはそれで当たり前なんですが、意外と軽いんですよね。重さの割には軽い、どっちかっていうと中に入れてるレンズとかカメラの方が重たいっていう印象ですね。でその軽いんですけども、見た目よりは軽いんですけども、まあ耐荷重としては10キロいきます。でショルダーね使ってる分はどうしてもこの部分になってくるので、このショルダーをくっつける部分にね依存してくるところがありますので、まあ5キロまでと。で必要に応じて仕切り板の追加購入が可能っていったところで、私自身は使い方としてはじめね2枚入ってました。なので私自身は、まあ、これで十分かなというか、ちょうどねレンズを入れたら4本入って、かつ真ん中にね大きいものが自由に入れれるっていう形で、まあ、仕切り板あってもいいかなと思うんですが、私自身はなくてもよかったかなっていうか、別に追加で購入する必要はないかなっていうふうに感じました。で使っていって、その仕切り板が、まあ、劣化というか傷んでくるというか、何年も使ってるとねどうしてもその
擦れてきたりねしたりもするので、もしね追加で購入必要な場合は、まあ、追加で購入が可能と。でディティールとしてはですね、この、まあ、参考画像に載せているようにですね、すごくしっかりしてます。本当によくある既製品でこういったアルミケースで価格帯重視になると、どうしてもこの辺のね動きであったりとか、この鍵部分の噛み合わせであったりとか、ここのなんとなくザラザラ感であったりとか、あとはそうですね、まあその色の変色みたいなものが、まあそのあったりするんですよね。安いものをどうしても選んでしまうと。ただこの商品の場合はその変色なんかもないですし、噛み合わせもですねすごくしっかりしているので、まあ安心して注文できるメーカーさんというかブランド商品だなという印象がありました。次にですね、このアルミケース116のサイズ感なんですけども、実はこれ ADD116 と ADD111、ADD113 という3つの種類があります。でこの116、私が今手元にあるのは一番大きいタイプですね。外側の大きさでいくと42センチで、奥行き 22.5 あって高さが26あるんですね。でこのアルミケースに限らずですね、収納バッグっていうのはまあどのカメラボックスもそうなんですけども、外側と中側っていうのはやっぱり収納できるサイズ感が違うので、内側ですね、内寸に行くと横が42が外寸のところ、まあ40って言ったところで、で奥行きは 22.5 が、まあ、20.5、まあ、20センチぐらいになって、高さが26センチあるんですけども、まあそれは上のねクッション性とかがあるので、まあ、21センチぐらいになります。でうちそのうちね3センチは蓋部分になりますね。で重量は、3キロ切りました。 2.9 キログラムです。で材質としてはアルミニウム、まあほぼほぼもアルミニウムやと思います、これ。で MDF、EVA、PVC っていうものがまあ部分的にねこういうところに使われてたりはするんですけど もうほぼほぼアルミニウムが使われているしっかりしたケースになりますね。で付属品は、鍵2つとショルダーベルトが1つで、価格は7370円、まあ現時点でね税込みで、まあ、提供されているものになります。で他にもここまでね大きいものはいらないんやけども、まあ、しっかりしたアルミケースっていうものがちょうど欲しかったんやわっていう方は、ちょっとね二回りぐらいちっちゃいんですが ADD111、 それがまあ約税込み3000円ちょっとぐらいで、 ADD113 が、一回りちっちゃい感じですね。で6000円ぐらいで出てます。なので別サイズもねあるので、自分の利用用途に合わせてサイズっていうものをね選んでもらえたらなと。で使用感としてですね、まあ、正直見た目の割に持ち運び簡単でした。で私自身ショルダーケースを使ったかっていうと、結構ね取っ手部分がしっかりしてて、そんなにショルダーでグイッと持ち運ぶというよりかは、そこまでね中、まあ言うてもレンズ4本とカメラ本体が 2,3 台っていう形だったので、まあ、10キロまではいかなかったんですよね。まあ、6キロ7キロぐらい止まりだったんで、まあ、そんなにね重たくなかったんで、取っ手で持ち運んでました。で1万円以下の、まあ、アルミケースっていうものは結構ね数多く出回ってはいるんですけども、このクオリティですね、結構ね細部の作りっていうのもしっかりしてます。よろしくないやつやったらね、この辺触った時にいたってなったりとか、なんかね違和感があったりとか、ちょっと切れそうやなってあったりするけど、このケースは、まあ、その触り方、そらね乾燥してる日とか、その触り方によっちゃ危ないとは思うんですが、まあ比較的安心できるものかなとは思います。で、個人的にまあコストパフォーマンスはすごく高い、クオリティもすごくいいなっていうふうには思ったんですが、やっぱりそこには3センチぐらいのスポンジを引く方が、まあレンズ、カメラっていうものを扱う人間としては安心できるかなってのは思いました。なので、縦向きで入れれるレンズで、そこにまあ3センチぐらいのまあスポンジっていうものを入れようかなと思うと、だいたい16センチから18センチ前後の高さのねレンズっていうものを収納するのにはまあ無難な入れ物かなっていう風な印象です。でやっぱりこの金具の組み合わせって結構私好印象でして、どうしても今まで使ってたやつって値段イコール収納量、収納のスペースっていうものは
まあそら大きければ大きいほど入るんですけど、細かいところでね値段相応感って出てくるんですよ。それは私自身いろんなカメラケースを使っていて感じたところなんですけども、この、バック&ケースさんのアルミケース ADD116、まあ、11系統ですよね、はすごく細部の作りがしっかり手を抜いていないなっていう印象があります。でスポンジも結構しっかりしている、結構ねこの見た目が良くて、まあ、細部の作り頑張ってるけど中身で節約しよるっていう商品あったりするんですよ。ただここの商品はすごくスポンジもしっかりしていて、というか逆にスポンジがオーダーメイドできるとか、そういった内部のところもしっかりと、まあ、PR している場面があるので、結構ね逆にこっちの方がすごく信頼できるメーカーだなっていう印象です。で今のところですね、私自身はまあ撮影機材、静止画であったりムービーがメインなので、カメラとか、まあ、レンズっていうものの移動によく使うので、こういったねレンズを入れたりするんですけども、まあ、シンプルにそのアルミケースとして衝撃をあんまりね与えたくない機材であったりとか、まあ、割れ物、まあそのガラスなんかがね、照明器具なんかにはライトのところ、ストロボ関係のところにはついてたりするので、そういった割れ物のね、運搬にも役立つかなと。なので、大きいからといって大きいものを入れなくちゃいけないっていうわけはなくて、大きいけども、衝撃をしっかり防いでくれて、上にドンってね、ある程度のものが乗っけられたとしても耐えてくれるようなケースなので、どっちかっていうと、壊れにくいものをしっかり緩衝材をね、間に入れて、中でガガガガって動かんように、ある程度クッション材、入れてもらって、固定してもらうことでの運搬に役立つものかなと。なので、私自身はじめ、大きいもんを収納する、大きいもんを壊れないように動かすっていう印象で使って、言い始めたんですけども、実際使ってみると大きいものより小さいけども、まあ、買った時の値段が高くて壊れてほしくないものっていうものを入れるようになっていきました。なのでこのケースの中にすごくちっちゃい小型のポーチみたいなんで、クッション緩衝材というかそのクッション性の高い、まあ、ポーチみたいなんで入れていく。なのでこの中には比較的壊れやすいものを緩衝材たくさん入れて運ぶっていう使い方に私は落ち着きました。で結構大きいけども頑丈なもんは逆にその今まで別の壊れやすいものを入れてた、まあ、ミニバッグみたいなところにスペースが生まれたので、そっちに移すようにねしたかなっていうのがなんとなく私の中での使い方の切り分け方ですね。でもこれ概要欄にですね、商品の詳細リンクとか、まあ、サポート窓口みたいなものを掲載しておくので、気になる方ねぜひ問い合わせてみてください。私自身はまあ使ってみてすごく好印象な、まあ、ケースです。そら上を見れば、まあ、そら、ね、5万10万出していけばどん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 もっとすごいねケースっていっぱいあると思うんですけども、逆にこれ1万円でお釣りが来る価格帯で、まあ、このクオリティとこの安心感っていうのは、まあ、コストパフォーマンスが高い、まあ、買い物かなっていうふうに思いました。で今回ねこの動画見ていただいて、まあ、お問い合わせする際にですね、まあ、ジマチューブ見て連絡しましたみたいな形のことを窓口の方にお伝えいただけるとね、特別私なんか返ってくるもんはないんですけども、なんかこの動画ね一生懸命喋った意味合いが出てくるので嬉しいかなって思います。でその後々もし私がなんていうんやろドローンとかのねもっと違う撮影機材というものを扱い出した時には、まあ真っ先に頭の中に浮かぶそのバックメーカーさんって言っていいかな、バックメーカーさんかなっていうふうに思います。でオーダーメイドなんかも結構受けているので、他にはその、ま、ちょっとベイブレードのね専用のそのサイズに切ったバッグであったりとか、あとはその楽器ですよね。楽器も結構その衝撃与えてね、中で割れちゃったりとかヒビが入ったりしたりとすると音が変わったりするんで、楽器専用のバッグを作ってもらってる方とか、あとはなんかその計測器ですね、専門のメカニカルな計測機器を専用で中身削ってもらって作ってる方もいらっしゃったりするので、結構そのカスタマイズっていうものに対応してくれるような印象があります。なので値段だけで見ると他社メーカーさん含めてたくさんあるとは思うんですが、自分オリジナルの、
まあ、バッグであったり自分が使ってる機材に最適化したようなその運搬グッズっていうものが欲しい場合、かつこういうアルミケースみたいなねしっかりしたもので作ってほしいなっていう方にはおすすめできるところかなと。でオーダーメイドの場合はですね、まあ、カスタマーセンターが 050-6868-2220 となっているので、まあ、そちらにねお問い合わせいただいて、メールなんかであれば、info@backandcase.jp ですね。で平日の10時から17時という風な記載がありましたので、そちらにね尋ねてみてもらえたらなと思います。今回はまあ私があくまで一人のね利用者としてカメラとかレンズを運搬する時であったり、まあ保管収納する時に耐久性のあるねしっかりしたこの強いアルミケースっていったものをですね、まあ、使ってみた所感みたいなものをねお伝えさせていただきました。ぜひね気になる方は商品ページね見てもらえたらなと思います。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。